皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回は以前実況させていただいたこちらのゲーム、リトルナイトメアの第2弾ダウンロードコンテンツ、ザ・ハイドアウェイ、秘密の部屋がリリースされましたので実況させていただきたいと思います。巨大船舶、モウ、に囚われた少年、ランナウェイキッド、を操作し脱出を目指すのがこのゲームの主な目的となっております。まだリトルナイトメア本編の動画をご覧になられていない方はぜひそちらを先に視聴することをお勧めします。動画概要欄にリトルナイトメア本編のリンクを載せておきますのでぜひご覧ください。それじゃあやっていきましょうか。早速キッドくん登場したわね。久しぶり。あ、起きた。今のは痛い。大丈夫かしらキッドくん。ダメみたいだね。さようならキッドカットくん。まだ生きてるでしょ。このゲーム一の癒しキャラクター。ノームだ。キッドくんのこと心配してきてくれたのかな。なんていい子たちなんだ。ノームがキッドくんのことを起こそうとしてる。おお、無事だったみたいね。ノームどっか行っちゃった。キムチくん無事でよかった。キッドくんだよ。気しか合ってないやんけ。操作できるようになった。早速進めていきますか。前回は水がテーマだったけど今回は何がテーマなんだろう。オープニングにノームが登場したけど。ノームがテーマなのかな。ノーム好きの私としてはそうだと嬉しい。また変な化け物出てくるのかな。気になるわね。今ノームいたね。結構な数おるでこや。ほんとかわいい。逃げないでー。みんながみんなお人よしな性格ではないみたいだからね。あら、ここの扉どうやって開けるんだろ。ドアノブに手が届かないわけね。何か台になるものでもあるのかな。パッと見た限りなさそうだけど。あら、ここにノーム一匹残ってる。逃げ切った。待ってー。挟まっとる。ドジっ子かな。助けてあげよう。抜けた抜けた。無事か？ノームくんよ。しゃがみ込んでる。キッドくんノームにハグしてる。あんたたちそういう関係だったのね。もしやノームを使って扉を開けるのか？そうだったのか。今回の DLC はやはりノームがキーキャラクターっぽいですな。一度ハグしたノームは仲間になってくれるのね。これは心強い。若干ピクミンっぽいわね。奥にレバーが見える。おそらくあれもノームを使って引くんだろうね。いけ、チン太郎。キッドくんなかなか筋力あるわね。いい投手になれそう。この一緒に協力して先へ進んでいく感じたまらない。チン太郎頼んだ。ダメか。もうちょい強く投げないとダメね。ところでチン太郎って誰よ。この子の名前よ。いつの間に名前つけたの。いやー、せっかく仲間になったんだし名前つけてあげた方がいいかなって。チン太郎って、他に名前なかったの。ないね。このトランクケースが怪しいわね。一人の力じゃ動かせないものでも二人なら動かせる。穴が出てきた。急に雰囲気変わったわね。また別の部屋に出たみたい。上の方に檻に閉じ込められたノームがいるね。助けろと言わんばかりの配置ですな。チン太郎助けに行ってあげて。さあどうなる。ノームの力じゃあの檻を開けられないのかな。トランクケースを下に落とそうとしてるね。中から物音が。待ちたまえ。この子も仲間にしてトランクケースを下に落とすのね。キッドくんの締め技くらえ。これで君も仲間だ。さあ行ってこいチン太郎ツー。他にもっとマシな名前思いつかなかったの？思いつかないぞ。考える気すらないでしょあんた。ノームの動きを見てわからないかい？素敵な名前をつけてもらってすごく喜んでるでしょ？喜んでるのかこれ。お、動かせた。あの檻の子も仲間にできたら結構賑やかになるわね。この調子で軍隊を作って世界征服を目指そう。ゲームの趣旨変わりすぎー。助けに来たぜチン太郎3。ほんと嫌な名前。よしよし。助けたからにはその命尽きるまで働いてもらうでー。おいおい、ブラック起用か。ブラックなんてもんじゃねえ。うちはレッドだ。いや、ピンクでもいいかな。これで3人集まったわね。これだけいやーどんな敵が出てきても怖くないぜ。この扉開かないわね。ノームと一緒に押せば開くかな。ノームも扉を指さしてる。いけー。ちょっとずつ動いてる。頑張れー。あ、動かなくなった。よく見たら一人サボってるやんけ。
お前仕事しないなら打ち首だぞ。厳しすぎー。これでいけるはず。行くぞポマエラ。ポマエラって久々に聞いたわ。動けー。動いた動いた。ノームって最大何匹まで仲間にできるのかしら。いいとこ5匹くらいじゃない？まあたればーか。これは自分で引く感じやね。上から何か落っこちてきた。なんだろ。石炭か。今はまだここでできることはなさそうね。先へ進みましょうか。なんだー。なんかすごいところに来たね。ノームがレバーを指さしてるよ。レバーってのはあれか。おらよっと。開いた？なるほど、この中に石炭を入れるのね。魚の顔みたいな形してるわね、この装置。ノームが石炭運んできた。この光景千と千尋の神隠しで見た気がする。重そうだ。動き出した？うん、動いてるね。これで先へ進めるようになるのかな。行けるようになった。ノームたちはそこでずっと石炭入れてるのか。お、ここにもおるやん。逃げるな。隠れても無駄だぞ。しっかり働いてもらうんだからね。また新たにノームを集める必要があるっぽいわね。さっきの子たちは仕事してるからね。よし行くぞ。石炭に埋もれたノームがおる。ドジなノーム多いわね。そこがまた可愛い。ノームってはしご登れるのかな。あ、ハグ忘れてた。ハグしないと仲間にならないからね。忘れないようにしないと。これでよしっと。やっぱりノームはしご登れないわ。せっかく仲間にしたのに。またどこかで助けてくれるのかもよ。進むにつれてステージが徐々に暗くなってきてる気がする。言われてみれば確かに。この光ってるのは何だろう。ヒューズが壊れちゃった？もともと壊れてたのかも。これってもしかして壊れてないヒューズを2つ入れないとちゃんと作動しないパターン？一つは壊れてなさそうだ。このヒューズがダメになってるのね。代わりのヒューズを探す必要がありそうだ。右側進めるっぽいよ。本当だ。うわぁ？めっちゃ暗いやん。昼とか出てきそうで嫌だな。絶対何か潜んでるよね。うわぁ！ここでまさかの係長。班長じゃなかったっけ？部長だった気がする。思い出した、管理人だ。管理人って確か本編の主人公、シックスちゃんに退治されてなかったっけ？時系列的に行くと退治される前の話なのかな、この DLC は。こいつは厄介なことになりそうだ。管理人は目が見えない代わりに耳と鼻がすごくいいんだよね。そうそう、だからしゃがんで進んでるわけよ。それにしても今回の DLC かなり見づらいわね。設定で明るさとかかなりいじってもこれだからな。必然的に難易度が上がるわね。この暗さでステージに管理人がいるとなると迂闊に走り回れないな。階段だ。どう進めばいいのかわからん。とりあえず上に行ってみようよ。まずい、管理人が怪しんでる。早いとここのステージから抜け出したいわね。管理人来てる。下でキッドくんのこと探してるわね。なんとか突破できそうだ。ここまで来れば安全ね。問題は新しいヒューズがどこにあるかだ。ここの3つの用具入れ飽きそう。試してみる。外れか。あの山積みの書類、足場になりそう。でもジャンプでは届かないよね。他の用具入れを開ければ何かわかるかも。バケツとモップか。使えないね。こっちはどうだろう。椅子だ。この椅子を使えばあの山積みの書類に届くね。早速持っていこう。ここら辺でいいか。いけた。ここにヒューズらしきものは見当たらないけど別の部屋にあるのかな。おろ、行き止まりだ。右に行けそうな気がする。まさかあれにぶら下がるんか。できた。よく見たら壁に穴が開いてるわね。この道で間違いはなさそうだ。
そろそろノーム出てきてくれないかな。一人だと心細いね。お次はなんだ。下に降りるんか。左の壁に穴が開いてるよ。ジャンプで届くかな。ヒヤッとした。今のはかなりギリギリだったわね。ヒューズ来た。ようやくだ。壊れたヒューズがたくさんあるわね。上に置いてあるのだけ壊れてなさそう。ヒューズの場所まで行くには毎度おなじみの階段方式だね。引き出しを開けて足場にするのね。本編でも散々やったからな、忘れないわ。こうやって見ると小人って大変ね。人間の世界で生きるには不便なことだらけだろうね。逆に言えば人間が小人の世界で生きるのも大変だろうけど。ついにお待ちかねのヒューズだ。ヒューズモンゲットだぜ。無理にポケモン風にしなくていいぞ。これ持って帰るの大変だね。ヒューズをはめ込む場所への近道でもあればいいんだけど。これまでの道のりから察するにまた管理人出てくるよね。やだな。ノームたちと力を合わせて戦ったりできないのかな。シックスちゃん一人でも倒せたんだから頑張ればいけると思うけど。ここら辺から警戒して進もう。管理人の気配がするぞ。いた。やはり待ち伏せしとったか。管理人邪魔で進めないんだけど。めっちゃ探してますねー。これどうやって突破すればいいんだ。近づいたらバレるだろうしなー。少し待って様子を見てみよう。今だ、今ならいける。管理人戻ってくるなよ。走りたい。でも走ったら音で管理人にバレちゃう。ある程度距離を取ったら大丈夫かな。暗すぎて管理人がどこにいるのかわからない恐怖。ようやく半分まで来た。そろそろ走っても大丈夫かな。バレてないみたいね。よく見たら足元に石っころ落ちとる。これを踏むと管理人に気づかれるわけね。ふう、なんとか戻ってこれた。あとはこのヒューズをはめてレバーを引けば。何かが起こるはず。よっこらしょっと。何かが稼働した音がする。あれに乗ればいいのかな。そうっぽいわね。お。ノームたちのお出迎えだ。逃げちゃった。ってことは下のノームたちとは別のノームなのね。そう考えるとノームって人間世界でいうゴキブリ並みにいるのね。ゴキブリと一緒にするのやめーや。一段落ついたことだし今回はここまでにしましょうか。そうね。次回この続きからやっていきますのでまだチャンネル登録をされていない方はぜひ登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。